逮捕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 。皆さんこんにちは、チャンタイです。パワプロ2017ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回はドラゴンズの19回戦をお届けしていきます。はい、ということでいよいよ、ペナントレギュラーシーズンも最後のカード、ドラゴンズ戦を残すのみとなりました。残り3試合です。はい、ということで、まだね、各メンバー狙ってる個人記録残ってるのもあるんで、なんとかそれを達成できるようにね、この3試合、全力で頑張っていきたいと思います。でですね、ちょっと試合前に、もうこの3試合終わったらね、クライマックスシリーズということで、いよいよ、一発勝負の戦いが始まりますけど、今順位表を見ていただいたらわかる通り、2位と3位のジャイアンツとカープが同じゲーム差で並んでます。まあ、勝率の関係でジャイアンツが2位になってるんですけど、今現時点でカープのクライマックスシリーズ進出は決まってるみたいです。で、2位のジャイアンツはまだ決まってません。今4位のベイスターズと5ゲーム差ありますよね、カープとジャイアンツで。これ日程表を見るとカープはね、残り3試合しかないんですよ、この乃木坂のチーム同様ね。はい、ってことで今ちょうど順位表出ましたけど、カープが全敗してベイスターズは6戦残ってます。カープが全敗してベイスターズが全勝したとしてもゲーム差は4.5 しか縮まらないってことで、5ゲーム差離れてるんで追いつけないってことで、カープは、もうクライマックスシリーズ3以上が確定してると。ジャイアンツは6戦残ってるんで、もしベイスターズが全勝してジャイアンツが全敗すると残りゲームですね、6ゲーム差ひっくり返るんで、まだベイスターズは可能性が残ってるということになります。ただマジックはもう1ですね、ジャイアンツ。1勝でもすればもう大丈夫。これ直接対決ですけど、ジャイアンツとベイスターズね。でもここで3連勝したらちょっとまだわかんないというところになりますけど、ベイスターズがね。まあでもジャイアンツがだいぶ硬いっていうところまでは来てますね。はい、ということで、まあクライマックスシリーズで対戦する相手もね、そろそろ決まりそうなんで。まあ、2位と3位どっちかのチームが、その2位と3位がね、決まりそうなんでね。はい。で、今日の先発なんですけどね。まあ、前回中村さんが2イニング投げて、もう先発投手陣この5人ですね。この5人の、まあ、目標にしていたところっていうのはほぼ達成できたんで、まあ、最後の3戦はですね、他のピッチャー先発させようと思います。カリンさん好調ですね。じゃあ、今日はカリンさんでいきます。カリンさんでまだ勝ち星が1個もないんで、なんとか勝ちを1個つけてあげたいってところですね。1期生枠川越さんなんですけど、ちょっと調子が絶不調になってます。なんか野手陣ちょっと調子が前回あたり良かったと思うんですけど、1期生枠はゆうりさん、松村さん、まーやさんになります。ちょっと調子が、じゃあこれことこさんですね、今日はね。セカンド、あやねさん不調か。山下さんどうだったっけ？不調。じゃあ、ちょっと待って、堀さんセカンドにしてもいいな。ショート、そっか、でもショートできるの、久保さんとあやねさんとでんちゃんだからな。これだから、不調なメンバー使うしかないのか。どっちにしろ。じゃあもうあやねさんでいきます。2番、与田さん。ちょっと向井さんでいこうかな、今日。はい、じゃあこれでいきます。名古屋ドームでの19回戦。4回目の名古屋ドームでの試合。だから、1、2、3、4ですね。まあ、通常のユニフォームでいきます。ドラゴンズ、武藤投手。ノリノリ状態。確か前回のカードでも対戦しませんでしたっけ、ノリノリ状態の武藤投手と。なんかそんな記憶が。はい。これね、一発、ごめんなさい。ノリノリ状態なければね、打ちやすいと思うんですけど、一発目とかも消えますからね。変化球中心持ってる。そうですね。まあ、まっすぐは、ノリノリ状態だけですけど、まあ、144がマックスなんでね。変化球が結構曲がると思うんでね、そこですね。
あ、でも思ったより落ちないかな。あ、思ったより曲がんないですね。これならなんとかなるかな。あ、でもシュート曲がるな。よし、オッケー、オッケー。あの堀さんに関してはもうあのシーズン最高打率かな、は達成はもうほぼ固いと思います。あの3割9分打てればシーズン最高打率は大丈夫だと思うんですけど、まあ、ここから3割9分切るってことは多分ないんで。4割ですね。さあノースリー、よし、さあランナー溜まって中軸に回りましたね。ああ、今フォークだって分かったのに。さあ北野さん、ここ打点チャンス。ちょっと向井さんも走らせたいですけど、ちょっとここはどうだ。あー、でもまあ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 1打点つきますね。いや結構シンクったと思うんですけど、うん、まあ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 1打点。北野さんはね、40-40 あと2盗塁なんで、なんとかそこのね、塁に出塁したいっていうのもあるんですよね。ちょっと北野さん相当忙しいですけど。しまった、ドンピシャだって。でもちょっとノースリーだったからな。あ、これストライク。じゃあここランナースタートですね。よし、さあ与田さんは打率3割に向けて。今3割4厘だから残り3試合でヒット3本でも多分3割切らないかな。うん、1試合4本で OK。 うん、多分3本でも大丈夫なんだよ湯浅さんね。まあ4本以上打てれば多分大丈夫。あの打席数がもう結構重なってるんで打率も落ちにくいと思うんで、そうですね。だからあと湯浅さんは2本、まあ3本ぐらい打てればもう打率3割はね、まあ、ここ1本出ましたしね。ストライクか、もう。第2球投げました。ボール大きく外れました。今度はボールマンション投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。さあ4球目。よし。アスレッドボール。ここはよく選びました。カウントは2ボール2ストライク。ボール内角へ。バッターよく。さあランナースタート。カウント3ボール2ストライク。打ちました。ああ、しまった。はい、ただ2点取れたんでね。よし、さあ上西さんがなんとかね勝ち星を、あのやっぱ点取れればそれだけ勝ち投手の権利もつきやすくなるんで、よし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 、まあ、初回の2点は結構大きいですよね。これちょっと深いところだけど間に合いますね。よし、インコース高め、直球は外れてボール、カウントは2ボール2ストライク。
うーん、手出さないな。よし、オッケー、初回いいですね。動画の冒頭でも説明しましたけど、今こういう感じでジャイアンツは CS のマジックが1ということになってますね。カープはもう、3以上確定しているということになります。カリンさん打率10割すごいですね。あー、まあ、しょうがないか。うーん、どうだろう、これ面白いけどさすがに無理か。スリーアウトチェンジ。野木三者凡退に倒れました。2回の裏、2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃。とりあえずゲレーロ選手はね、おっと、これ危なかった。ミートで打ってくれれば大丈夫。強振やめて。うん、ミート。もう単打は最悪 OK ですからね。打ちました。これは平凡なレフトフライ掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッター。あ、ちょっと待って、福田選手出てる。最近なんかあんま出てなかったんですよね。うわ、やっぱちょっと能力かなり上がってますね。これ、いるのといないとやっぱ全然違うな、福田選手。うん。最近ほんと出てなかった気がするんですよ、このペナントで。これは打線の厚みが全然変わりますね。このペナントの最初のドラゴンズ戦だったと思うんですよ。パート10ぐらいだと思うんですけど、福田選手が今見たらキャッチャー適性もうなくなってますけど、確か、このペナントのまだ序盤の時は、アップデートを何回かする前で、今の状態ではなくてね、アップデート前だったんで、キャッチャー適性残ってて、で、キャッチャーして、なんかガンガン走ったような記憶がありますね。うん。よし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 。ちょっと武藤投手、球荒れてるかな。うん。まあ、荒れてるまででは言わないですけど、ボール球もそこそこ。よし、どうだ、行け、行かない、ちょっと、あ、行けたかな、今、いや、でも微妙でしたね、今ね、まあ、ちょっとノーアウトなんで、あ、でもこれ、そっか、北野さんに打点チャンスにつきますね。あ、ここで一本。ここで打点つけられればね、まだ打点王も分かんなくなります。これは、抜けそう!よし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 !さあ、打点王も分かんなくなってきた。北野さんが追い上げてます。ちょっと前回あたりからかなりいいですね。フォークうまくすくい上げて。ちょっとやっぱり三投、どうしてもでも40-40をやってしまったな今。ああ、これね、いやー、大園さん、ちょっと大園さんに申し訳ない。いや、ここら辺が難しいんですよね。うーん、
平野さんの 40-40 もあるし、今の場面大園さんに打点もつけたい場面でもありましたから。ちょっとこれはさす、ああいけたかな。あ、しまった。あ、菅野投手の三振はまだ増えてない、うん、だから多分ね、菅野投手あと1回しか投げないんで大丈夫そうですね。最多の三振も、1試合しか投げなかったらね、もうまあ普通に考えれば27個、まあ延長戦とかないとしたらね、27個どんだけ取っても27ですからね、まあ、そんなことを可能性としてね、本当に、まあ、普通に考えたらもうほぼゼロだと思うんで。まあこれはサード、まあ、仕方ないですね。サードに進めるのここ力を抑えたい。よし。ストライク追い込んでいます。見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。流し打ち、どうだ。やばいかも、これ間に合うかな。間に合った、よし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 。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。お、なんかいいアングルですねこれね。名古屋ドームからお送りしております。さあ打点もついにね、差が 2になってますからね。いや、これ本当に分かんなくなってきましたね。ちょっとこれ最終戦な、最終戦というか最後の3連戦 OK。 あの名古屋ドームなんでちょっとやっぱホームラン出にくいですからね。うん、これ多分、いやでもやめとくか。あ、いけないっすね多分ね。うん、さあ今日向井さんフォアボール2つなんで、そろそろ打ちたいっすね。どうかな、ファールですね。なんとか食らいついて、いやーこれはちょっと。武藤投手変化球中心持ってたんで、なんとかね、北野さん塁に出たら走るチャンスなんでね。まあ、打点は今のところこの試合稼げてますからね。あとは盗塁もしていきたいところなんで。でも今日カリンさん非常にいいですね。オッケー、いいよ。よし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 、うまくボール球振らして。これは手出さない。よし、ナイスピッチ。よしよしよし。さあ次投げ切ればね、勝ち投手の権利もつくんで。これはどうかな、抜けろ。よしよしよし、やっぱ梅沢さん二塁打多いな。うん、さあここで北野さんにまた打点チャンス。
お、ディフェンスポイントですね。さあ、今日3打点ですからね。前回5打点で一気に打点数。あ、ここで1本出ると本当に。よーし！OK！ すーごい北野さん。ちょっとでここ3投狙いますね。頼む、決まって！よっしゃ、決まった！よーし！やったぜ、あと1投塁。さあ、ここ大園さん打点チャンスなんでね。ちょっとここはミートで行きましょうか。ボールだった。ダメか。いやー、ちょっと焦りすぎだ。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9、投げました。打った、初球打ち、センターへの打球、掴んでこれで3アウト。いやでもこれ北野さんの追い上げがすごい。5対0、乃木1点を追加しています。別に大園さんの座席でも北野さんの座席でも自分はね、もちろん打てるように操作はもちろんしてますよ。でもこれもね、なんか本当に面白いこと。だって今、今日もう4打点ですもんね前回5打点で、これもう本当に分かんなくなってきましたね。いやこれはすごいぞ。第3球は危ない球、投げました。インコース引っ張った。打点はちょっとやっぱり大園さん有利かなと思ってたんですけど、あれダイレクトで取れなかった。カリンさん、この回ですね、この回しっかり。よし、ゲッツゲッツゲッツ。おお、早かったですね、今。この2期生の地方コンビですね。あやねさん、堀さんの。よっしゃー、これで勝ち投手の権利つきましたね。いや、素晴らしい。これ、まだ投げれそうですよね、カリンさんね。あ、ピッチャー変えてきた。祖父江投手ですね。あ、調子絶好調だ。なるほど。ちょっと V スライダーがどこまで落ちるかが、落ちるかっていうか曲がるかが、ポイントになるかな。いや、結構きつそうですね。調子絶好調なんで。まあ、狙うとしたらこのツーシームとかかな。いや、早い。カリンさん、まだ投げれそうですね。行きましょうか。スタミナ半分も減ってないですからね。あれ、これまさかまさかの完封。あんまりこういうこと言うとまたろくなことがないんで、あんまりそこは意識せずに。どうかな。よし、決まりました。あ、でも思ったよりは落ちないかな。結構落ちますけど。あ、スライダーは結構曲がるな、これ。あー、もう。あ、よかったよかった。祖父江投手変わりますね、これで。ちょっと、なかなか苦戦しそうだったんで。うまく流されちゃったな、これは。亀澤、いいバッティングを見せました。打順のトップに帰って強打、強打三振と、
あ、カレンさんはちょっとね、これやっぱ今勝ち投手の権利得たんで、ちょっと危なくなったらもういいピッチャーどんどんつぎ込んでいきます。なんとかもう勝ち星をつけることですね。万が一危なくなったときはね、ゲッツ行こう。よし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 。いや、これはこのペナント1位ピッチングなんじゃないですか、カリンさんね。あ、若松投手出てきましたね。あ、でも調子で不調だ。これはチャンス。若松投手は対戦したことあると思うんですけど、結構ね、得意っていうか打ちやすいですよね。うん、チェンジアップなんで、あの変化量4も、うん、球速もないと。これは大チャンスですね。まあ、スラーブとかも変化量1なんで、なんとか。うん、よっしゃ来た。よし、さあ梅沢さんね、まだ30号っていうね、ちょっと打率3割はかなり難しいんですけど、30号もしかしたらもしかしますからね、この1本はね。いやー、それに向けて大きな1本です。さあ、そして今日はこの北野さんが、よし、やばい、最近これ何打席連続ヒットかな。前回も全打席ヒットでしたよね。さあ、ここも盗塁狙いたい。若松投手だから盗塁しやすいはず。いやー、もうちょっと、やっちまった。ちょっとね、大蔵さん、これ40-40狙ったらさ、あの盗塁も仕掛けないんでね、大蔵さんの前でランナーが、まあ、こうやって失敗してしまうとランナーがいなくなってしまうから。いや、あと一投でなんだけどな、ちょっと焦りすぎ感が半端ないな。よし、あ、抜けないか。さあ、ただカリンさんが今日本当にいいんでね。よし、ゲッツ行こう。オッケー。なんか綾部さんあれですよね、取ってからの速さいいですよね、守備の。うん、ゲッツの時特に際立ってる気がしますね。よっしゃ、すごい、かりんさん今日めちゃめちゃこれ完封狙いたくなってきましたね。いやー、もうちょっと相良さん出そっかな。うん、相良さんが代打ホームランの、これ若松投手だから今チャンスなんでね、あと1本でシーズン代打ホームラン記録。ボール越え、甘いボール。もうヒットは狙わないです、ホームランだけ。危ない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 。
いやちょっとタイミング早かった。あー惜しかったな。いやーいやー前相良さんあと2回かチャンス残り2試合ですもんね。いやー結構きつくなってきましたね。ではここねセカンドデンちゃん出します。これ例えば山下さん出すじゃないですか。うん。でその後山下さん出してまあデンちゃん全試合出場させようと例えば9回にデンちゃん出してもしそこで追いつかれた場合セカンドできる人がいなくなるともうデンちゃんが打席に立たないといけなくなるんで、ここデンちゃん出しても、もし打席回ったら、その後山下さん出せばね、いいので。さあ、ここは守備を止めてくるようです。初球引っ張った。ボールはライナーでライトへ。よし。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番、ビシエド。ああ、そうですね。じゃあ、ちょっと、ごめんなさい。久保さんも出しとこうかな。ちょっとごめんなさいね。タイミングがあれですけど。ここは守備を変えてくるようです。第9球初球決まってストライク。まずは決めてきました。なんと引っ掛けた。ヨナス噛みました。これで2アウト。ランナーありません。あ、そっかそっか、平田選手出てないですよね。うん。まずは打ちました。打ちました。取り下がっていった。ヒットで。あー取れない。代打構成が。よし、いいよ。うわ、危なかった、危なかった、今の。いやー、今のは。あ、笠原投手か。対戦したことあったかな。あんまり、そんなに対戦した記憶ないですけどね。一回ぐらいありましたかね。はい、左ですよね。笠原投手もチェンジアップを、ね、持ってます。特に変化球中心とか持ってないですね。これは面白いんじゃない。よっしゃー。ディフェンスポイント。よし、いい流し打ち、オッケー。じゃちょっとノーアウトなんで無理はせずに。まあ堀さんだったから帰れたかもしれないですけど。さあ梅澤さん。よっけ、梅沢さん、これ35まだ分かんないですよ。いやー、この2本大きい。これでも北野さんの前にね、梅沢さんがお掃除 したんで、ランナーはいなくなりましたけど、まあ、今日ね、4打点、もう十分、打点も稼げてるんで。出た、すごい。これはちょっと。北野さん、だって前回も全打席ヒットでついにホームランもかわした。やばいぞこれ、まさかのまさかの。ちょっと今日ね、こう北野さんが打って大園さんの打席で若干ね自分プレッシャーを感じてて、なかなか思うようにバッティングできてないんで、大園さんの打席で。ああもうなんでよ。掴みました。これでワンアウト。バッター離島のサラブレッド与田投げました。いやーこれはちょっと北野さんになんか流れ来ちゃってんのかな。抜けて、よしよしよし、与田さんは打率3割に向けてこれ OK、 一本になりますね。じゃあ、代打出します。ここは代打。ああ、じゃあ、さゆりんごさん行きましょうか。
あー、甘いボールだった。いやー、でもこれはちょっと今日は打線も爆発して、ではまあもうデンちゃんこのままで大丈夫ですね。じゃあちょっと、あ、じゃあマーヤさん行きましょうか。さすがにこの点差だから。でカリンさんはね、ちょっと完封に向けてあと1イニングですね。さあ上位打線ですけど、なんとか。いや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 、よしよしよし、頑張れ。うわー、最悪だ。もうマジか。これ普通この点下がったら走ってこないんですけど、ちょっと分かんないからな。やっぱり来た、刺して、よし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 、これは OK、 これはカリンさんの OK、 完封を後押しする。梅沢さんの、いやね、今ちょっとね、ユーリさんもキャッチャーにしようか迷ったんですけど、これ梅沢さんのキャッチャーのままでよかったかな。うん、梅沢さんの方が肩強いんでね。あ、取れなかった。いやー、簡単にいかないな。ここでゲレーロ選手ですもんね。いや、ここ本当に大事な場面。カリンさん頑張って、次も福田選手、うわ、ちょっとスタミナが、あー、やばい、ちょっとここもう無理せず歩かせます。福田選手ね、なんとか、よし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 、 OK、 いいよ、あと1球頑張れ。あー、やってしまったね。なんで、もうちょっと見せ球なつもりで投げたのに。あー、もう、あー、いやー、マジか、見せ球、もうやってしまった、マジで。いやー、もう本当に爪が最後甘かったな、申し訳ないな、カリンさんに。いや、でもまあ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 、あの当初の目的である勝ち星をつけるって意味ではね、まあでも本当にいいピッチングしてくれましたね。はい、ということで、ちょっとね、北野さんがやばいことになってきましたね。これ本当にもう本当数試合前まで、もう3試合前とかまで、ホームランも打点も大園さんがかなりリードしてたんですけどね。いや、今日ね、ちょっとね、大園さんの打席、ちょっと自分もなんかこう、かなりなんか、まあ焦りというか、ちょっと、なんか、北野さんの打席ではなんか、なぜかリラックスして打席立ててたんですけど、大園さんの打席でかなり力が入ってたな。やっぱりこう、北野さんが、打順的に北野さんが打った後だから、大園さんにも打たしたいっていうのがあって。はい、ハイライトこれで終わりですけどね、いろいろありましたね。梅沢さんも30号に向けて、これちょっと分かんなくなってきましたからね。あの、前回のペナント、梅沢さんと同じポジションだったキャッチャーの江藤さんがね、29本でホームラン止まったんで、なんとかね、同じキャッチャーとして、うん。はい、ということで、ちょっと最後は本当に残念だったんですけど、でもいやー、いいピッチングしてくれました、かりんさんね。もう、熱盛を。まあ、最後はもう確実に自分のミスなんで、もうちょっとね、本当に見せ球だったらもうちょっとちゃんと外せばよかったのに、ちょっとね、振ってくれないかなっ
ていう、ギリギリのボール投げてってくんないかなっていうちょっと欲が出て。いやー、でも、カリンさん本当良かったですね。これ、北野さんノリノリ状態になったりするかな？この2試合本当やばいですよね。はい、ということで、いや、これね、ちょっとホームランも北野さん出て、一気にちょっと形勢が逆転しつつありますね。はい、ということで、残り2試合ですね。もう本当にホームラン、打点王争いも分かんなくなってきました。これがね、最後の最後まで、ちょっと見どころになりそうなんで、次回と、あともう1試合ですね、頑張っていきたいと思います。はい、では今回ここまでになります。ご視聴と思ったんですけど、ごめんなさい。ジャイアンツ勝ってますね。はい。ベイスターズに勝ってます。ってことで、3位以上確定しましたね。もうジャイアンツかカープとファイナルステージでは戦うということになりますね、これでね。はい。ちょっとね、ベイスターズ一番分が悪い相手だったんで、まあ、ラッキーって部分もあるんですけど、ただちょっとベイスターズとのファイナルステージが見たいって方もいたと思うんですけどね。はい。ちょっとこればっかりでしょうがないんで。はい。ということで、残り2試合ですね。頑張っていきたいと思います。はい。では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。